こんにちは、上野ありさです。今日はですね、メイクアップチュートリアルなんだけど、このルックのね。だけどちょっと打って変わってちょっといつもとは違ったやり方にしたかったので、インスタでででん、こんな感じで美容系の質問募集しますっていうのをさっきアップして、それで来た質問全部は答えられなかったんだけど、それで来た質問をバー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 と、答えながら、おしゃべりしながらメイクを撮りました。なのでプロダクトとかは概要欄を見てもらって、一切それについて触れてないので、基本喋りながらメイクをするっていうだけの動画になってしまったので、プロダクト気になる方はぜひ概要欄見てください。ではスタート。では早速やっていきたいと思います。これちょっとでも喋りながらとかできんのかな。プチプラコスメでおすすめはありますか？プチプラだとメイベリンかな、私が使うのは。あんまりもう変な、なんつうの、調子乗ってると思われるかもしれないんだけど、あんまりプチプラをもう使わなくて、正直な話。だから無理してプチプラとか言ってもさ、嘘じゃん。だからプチプラと、ニックスはプチプラに入るのかな。メイベリンニックスとかはすごい好きで使ってて、ニックスとかは特にリップもすごい優秀なのが、なんかやっぱ早いんだよね、旬なものがやっぱ他のブランドに比べて安く手に入るので、ニックスはすごいいいと思う。あとメイベリンはやっぱマスカラとかが、マスカラアイライナーを私ずっとメイベリン使ってて、ですごい助けられてます。ニキビできちゃった時どうしますか？ニキビできちゃった時は私潰しちゃうんだよね。あのすごいイーちゃんとかにも言われるんだけど、すごい大げさって言われるの。なんか若い時、中学生とかの時にそういう肌トラブルがなさすぎて、乾燥肌だったからニキビとか人生でマジでできたことなくて、それは本当親に感謝なんだけど、そのせいで今25過ぎてからいきなりニキビとかがすごいできるようになって、それですごいテンパるんだよね。なんかどうしたらいいか分かん、そのさ、若いうちの中学生とかのうちにニキビの対処法とか知ってたらあれなんだけど、それを通ってないから本当にどうしたらいいのか分かんなくて、めっちゃテンパっちゃうから、結構すごいよくイーちゃんとかに画像送って、これができたんだけどどうしようとか言うと、大げさみたいなのめっちゃ言われるんだけど、ぐらい私は結構ニキビ慣れしてなくて、でもすごいできるの最近。プツって1個、もうこの年齢だとね、ニキビじゃなくて吹き出物というらしいんですけど、ができるようになっちゃったので、私は潰すね。潰して中身ブニュって出して、あとグロッシエの、それも、まあ、日本で買えるのか日本配送してるのか分かんないんだけど、グロッシエの赤とピンクのペンがあって、そのペンがニキビにめっちゃよくって、それはニキビができたらニキビができたところに塗るようにしてます。できてしまったシミの対処についてと今年の日焼け予防について。できてしまったシミは皮膚科で取る。1個だけね、私1回インスタでほくろ全部取りたいみたいな言って、質問したんだっけな、なんかそれ言ったので、結局1個だけ取ってみたのね、試しに。ここで結局取れな、くぼんで赤くな残って、全部取んなくてよかったって感じなんだけど、だからでその時にシミも1個だけ、この辺の1個だけやったんだけど、確かに薄くなったけどまた戻ってきたから、結局シミってなんか戻ってくるってとは聞いたことあったんだけど、本当にそうなんだと思って、だからできてしまったシミは、まあ皮膚科でに通って消したり、フォトフェイシャルやるのが一番、それぐらいしかね、もうできちゃったものはどうしようもなさそうだから。で日焼け予防は、私はもうがぜん日焼け止め顔には絶対朝塗ってますね。で塗り直しはあんまり普段の日常生活じゃしないかな。だけど夏のリゾート地に行くことが結構多いから、そういう時は塗り直しもしっかりするけど、だから日焼け止めかな。日焼け止めも私はキールズが好きで、キールズのを使ってて、で今は今日使った下地はこれは SPF50PA++++ だから、これしか塗ってない。でファンデに SPF が入ってたり入ってなかったりなんだけど、まあファンデ塗ってたらちょっとはマシなのかなと思って、夏の場所、日焼けがビーチとかに行くときは、日焼け止めを下地代わりに塗ってからやるようにしてます。コントゥアのやり方ってきたから、ちょうど見せようかな、これ使います。
多分それ私 YouTube でいつもやってんだけど、私の場合は頬骨のちょっと下らへんに、ちょっとこれ頬骨のちょっと下らへんに入れて、ほっぺから入れます。ここが一番濃くしたいから。で、そのままこの筆を横に使ってささささっとなじませ、で首らへんの、首の横らへんまで入れて、したらそれを筆でなじませていく、ぼかしていく。で全然濃くなっちゃっても、なんか全体的に濃いから、どう違う、こっちだけ入れました。今度はこんな感じでやってます。髪の毛のケアどうしてますか？髪の毛のケア私すごく聞かれるんだけど、別にヘアケアって正直してなくって、ブリーチもねしてるから結構すごい、どうしてそんなにって言われるんだけど、やっぱ髪が強いのが一番で、だから髪が強いからこうキープできてるのかな。だけど普通にシャンプーラックスだし、お風呂出てモロッカンオイル塗って髪乾かして、であと何、それぐらい。本当だから特別なケアって何もしてないです。セルタンしたことありますか？セルタンはねしたことないんだ。普通にもう焼いちゃう派です。テンサロ派です。メイクの中で一番こだわってるところ、それなんかふとこの間ね、たまたま一人で考えてたんだよね。リップかなとも思ったけど、リップの色はすごいこだわり強いし、けど目なんだろう、あと肌全部じゃんってね。こだわ、なんか 100% の時は 100% やるって感じかな。100か0か100かみたいな感じなので、なんか変に中途半端に化粧して、化粧してお前そのポテンシャルの顔かよって思われたくないからなんか適当なメイクの時は本当に眉毛描いてリップだけとか、あ私今日このくらいしかしてませんよ感を出す。でフルの時はもうバッチリ絶対やるのがこだわりだけど、何だと思いますか、私のこと見てて。けど目よりも口かな、なんだろうな。アイライナーをぼかす、それはマスト。アリサさんはリップ何個持ってますか？これ本当に数えられない。100は余裕でしょ。どんくらいだろうね。今度リップコレクション見せますね。けど全然片付いてないの、家が。リップコレクション見せます。あとお気に入りのリップを紹介してほしいっていうのがすごい多いから、あのお気に入りのリップ紹介は別でビデオを撮ろうと思ってるので、お待ちくださいね。ちゃんとやるから、1年かかってもやるから待っててください。エイジングケアされてますか？エイジングケアしてます。してるというか、エイジングケアは毎日のスキンケアがエイジングケアで、あの化粧したまま寝るとかやっぱもうね、一切そういうのもしなく、25ぐらいか、昔からでもなんかアンチエイジングはすごい心がけてたかも。なんかあんまりなんつうの、アンチエイジングって若いうちにやらないと意味がないらしいのでと私は聞いたので、アンチエイジングはすごいやってます、いまだに。けどエイジングケアでもアイクリームとかももう20歳超えたぐらいからすぐ始めたし、やっぱ気をつけてると老けない気がするって、なんか私それ周り見て思うんだけど、なんか気をつけてる人、別に努力云々とかっていうよりは意識の問題で、意識的に綺麗でいようみたいな気持ちがある人って、ある子はやっぱ周りも老けてないなってすごい思うから、そんな綺麗事みたいに聞こえるかもしれないけど結構リアルで、意識って結構ね大事な気がする。アンチエイジングとか年、顔の老けとかは、日焼け後のケアアロエ普通にあの緑のさ、アロエのジェルクリームみたいな薬局で売ってるやつを塗って、でそっからボディクリームを塗るんだけど、私ボディクリームはもう本当にさっきからキールズキールズばっか言ってんだけど、ボディクリームもキールズのクレムドコール、やっと名前覚えたんだけど合ってるかな名前、黄色のクリーム、まあ、キールズのクリームっつったらそれぐらいしかない、他にもあるのかもしれないけど、で
無香料なのね。で私香水つけたい人だってか、ボディクリームに匂いとかあんまり求めてない人だから、すごいそれが助かって、無香料なのが。 YSL の金箔の入ったプライマー気になってるんですけど、使ったことありますか？ありましーん。金箔入ってんだ。あ、イットアイズのどわり作らないんですか？そう、シアーグレーしかね、どわりがなくてね。けどもしかしたら色を2色なくして違う新色を発売するかもしれなくて、けどそうなると私全色好きだから削れるものがなくて、それでデザイン出してないんだよね。ずっとやりたいデザインはあるんだけど、4色しか作れないってなったら、えーと思って、どうしようみたいな。これ YouTube 初登場、トム・フォードです。これからの季節、メイク直しはどうしてますか？私ね、本当にメイク直ししないんですよね。本当にメイク直しなの。だけど撮影とか自前メイクの撮影とかがあるときは、あのね、メイク直しに持ってくのはリップとパウダーだけなので、パウダーはお直しにはね、これすごいおすすめ。これ私ね、リキッドパウダー的な感じのやつなんだけど、アルマーニの持ってることすっかり忘れてて、前に YouTube も紹介したんだけど、で全然違うの使ってたんだけど、あ、これ持ってたってこの間整理してたら出てきて、でそっからもうこれにめちゃハマってて、超優秀なの。だからこれを直しにするのもするのおすすめです。だからあんまりもう、あとね、言うてもそんなに外にいないから、そんなに汗かく場面もないか、まああるか。夏なんで、冬になると夏のこと忘れちゃうんだろう。日本のいつも忘れちゃう。ファンデをいつも暗めにしてますが、なんでなんですか？写真を撮った時にファンデが白く浮くのがすごく嫌で、で肌の色が年から年中違うので、私だから暗めに合わせてるのと、そのくらいなと、暗い方が漏れるんだよね。なんでなんだろう。けどこれは持論なんだけど、ファンデは絶対白いより黒い方が漏れる。それは私だけかもしれません。これなんかやりながらだから、なんかちゃんと答えられ、なんか喋ってる途中にわけわかんなくなっちゃった。そうだ、じゃ最初の方に質問くれた子にちゃんと。メイク落とし何使ってますか？私は紹介したことあったかな、シュウエムラのオイルを使ってて、緑のオイルだけどもうなくなるので、本当は一番好きなのがサンローランのバームなのね。あんまり知られてないんだけど、サンローランにのトップシークレットのシリーズにメイク落としバームがあって、それがマジいいの。普通にこういう濃いメイクもスルッと落ちるし、やっぱバームだから肌への負担がオイルより少ないし、すごくね、すごくいいんですよ。でゲランのクリーム昔使ってたんだけど、やっぱ末液にね、クリームはねめちゃ残るんだよね。お肌に対してはすごくいいんだけど、だから使い分ければいいんだけど、ちょっとめんどくさがりなので、バームだともう全部わーって落とせちゃうから、私はそのサンローランのバームが好きです。アリサちゃんが落ちないって思うナンバーワンリップはどれですか？ナンバーワンリップはカイリーかな。だけどカイリーも私全然使ってないんだけど、あと別にカイリーじゃなくてもどこでもマットリップってあるから、うっ落ちないリップっていうことだけだったら、やっぱマットリップが俄然落ちないです。けど最近マットが気分でもないから、やっぱりつけないとね塗り直していかないとダメなんじゃないでしょうか。マットじゃないんだったら。歯磨き粉何使ってますか？マービスの歯磨き粉です。ファンデーションがよれないコツ、ファンデーションがよれないコツって何？でもね、確かに私ね、よれづらいんだよね。多分あんまりね、でもここはよれる。めっちゃやっぱこのクマの部分はシワがすんごいから、そこの部分はすごくよれやすいんだけど、それ以外はね、あんまりよれない。ビューティーブレンダーかな。ビューティーブレンダーはすごく私はいいと思います。なんかね、これみんな知ってたか知ってないかあれだけど何これ水に濡らして使ってんの。水に濡らすとこうプニ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 大きくなるんだけど、それでこう肌に密着させるから、私は結構ビューティーブレンダー使うとよれない気がします。
毛穴ケア何かしてますか？私唯一肌の自慢が毛穴が少ない。毛穴がねあんまり開い、でもこの辺ちょっとやっぱ年のせいでちょっと開いてきたんだけど、鼻の毛穴とかあんまないんですね、嬉しいことに。なので毛穴ケアは何もしてないけど、結構マスクをするかな。それこそあのキールズのマスクだったり、ドランクエレファントのマスクだったり、ルラボのマスクだったり、お風呂に入るときに週2ぐらいでいろんなマスクをしてて、結構その中で毛穴をケアしてくれるようなものもあるので、それは役立ってるかもしれない。化粧し始めたの何歳ですか？いい質問ですね。化粧し始めたのは中学生、中1？ 中1の時とかなんかほんとなんつーの、プチプラのケイトとかそういうのを使ってた気がする。 SK-2 は値段が高いなりに効果ありますか？もちろん効果があるって私が言っちゃうのはあれなので個人差はあると思うけど、私は本当におすすめする化粧水、今まで使った今まで使った化粧水の中で一番良かったです、私的に。なので今でもだからずっと使ってる。だからサンプルとかくれんのかな SK-2 って。なんかサンプルとか試せるのが本当は一番いいんだよね。だけど本当値段出すなりの効果はあると思います、私はね。ただちゃんともったいぶらずにしっかり使わないとダメだと思います。今までで一番寄れなかったファンで、今までで一番寄れなかったファンでフェンティ？あ、でも、うん、リアルバックステージのファンデはすごい寄れなくて、私はすっごく好きで今でも使ってる。今日は違うの使ったけど、四角い方のここに字幕入れとく。ファンデは本当にめっちゃおすすめです。唇で唇が荒れて困ってます、何かケアしてますか？わかる、私もめっちゃ荒れる。やっぱり唇塗る人って荒れるよね。私は夜寝るときにラネージュのリップスリーピングマスクを塗って寝てます。あとたまにリップスクラブもしたりします。フライト中のスキンケア、最近ジェットラグマスクっていうのを買ったからそれをつけたりしてたんだけど、別になんかフライト中乾燥確かにするけど、だからなんかミストを顔にシュッシュするぐらいで、携帯用の。全然あんまフライト中そんなになんかフライトだからこうしなきゃとか言っても十何時間じゃんって思っちゃうっていう、ダメかな。スキンケアに毎日時間をかけることを惜しみませんか？惜しみません。逆だるい時は超早い、化粧水が乾く前に普通に美容液とか塗っちゃうし、ベベベベって感じでやっちゃうけど、うん、2日に1回だるいモードで2日に1回本気モードみたいな感じで、本気モードの時はもうスンスンみたいな、入り込めみたいな気持ちでやるし、結構そのなんだろう、スキンケアをして一生懸命してる自分が好きみたいな部分もあるから、それでできてるのかな。でも、うん、それでできてる気がする。なんかあといいもの使ってるから、それなりのだからいいものを使ってるからこそしっかりやろうっていう風な意識もできるから、私は結構全然惜しみませんね。じゃあ最後にします。ネイルの話、ネイルのデザインはいつもどのように決めてますか？地爪ですか？結構なんかその場に行って、ネイルに行ってカラーチャート見たりとか、あと今回クロームネイルなんだけど、あとなんかインスタとかで見て可愛いと思ったのセーブして保存しといて、それをやったりとか、てか何も考えずにメイクしてたらアイシャドウとリップの色が全然合ってないのでリップを変えますネイルはそうだね、インスタでセーブしてた画像とかでお願いしたり、あとは色決めてこれやったら可愛いかなみたいな想像で神宮さんに相談して、ネイリストさんなんだけど私がずっとお世話になってるに相談して、でそれで決めていく感じです。じゃあリップを塗り直すので、そう、まつエクね、まつエクずっとしてると自まつげなくなりませんかって私結構これ聞かれるのね。もう何年も自分のまつエクのない姿見てないし、ずっとまつエクだから分かりません、自まつげがどうなってるのか自分の自まつげの状態分からないので何とも言えません。
で、まつ毛つけてるけどガンガンマスカラ塗るし、まつ毛つけてるけどオイルのメイクとして使うし、まつ毛つけてるけどっていうのが多いめっちゃみんなに言われる。あのファンの方々とかにすごい、まつ毛つけてるのにっていうのはすごい言われるんだけど、私はもうもはや自分のまつ毛だと思ってるからあんまり気にしてなくて。でもリピアは3週間から1ヶ月に1回、一時期はね2週間半に1回行ってたんだけど、そんなに行かなくていいやと思って、大事な撮影とかがある時は急遽パッて入れたりするけど、基本今もこれ2週間ぐらい経ってんのかな。こまえちゃん神なの本当に。私の言ってる松江草野なんだけど、こまえちゃんって人にずっと担当してもらってて、すごいつけまを卒業できたのはこまえちゃんのおかげってマジで思ってる。そうじゃなかったら私多分まだ松江区につけま目尻とかつけてたと思います。そんな感じで今日はですね、着替えなくていっかもう締めとっちゃおう。本当今日はですね、そんな感じで、皆さんのにインスタで質問募集しますって、美容系のっていうので集まった質問を答えながらダラダラメイクアップをしてみました。今日のメイクのテーマは特になく、まあ、トム・フォードのアイシャドウパレットを紹介したことなかったから使おうと思って、ちょっと濃いめかな。今日は歌舞伎を見に行くのでこの格好じゃないよ、ちゃんと着替えますけど、ちょっとシックな感じにしようと思ったんだけどつい色入れちゃったみたいな感じです、おしゃべりしながらメイクするような感覚でできて楽しかったので、またなんかこういうのね、テーマを設けて、まあ、ビューティーじゃなくてもそういうテーマに答えながらメイクみたいなのもはどうですか。もしいいと思ったらいいねボタン、でもいいねボタンだけじゃあれなんで、ぜひ感想もお待ちしてます。というわけで今日も見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねとコメント残していってください。じゃあまた次回、バイバーイ。